天の極と地軸、軌道平面、赤道傾斜角の関係を表した図。王道北極を中心とした天の北極の移動経路。先世術年代の4つの時代区分の開始地点が、各々の王道12星座のシンボルで表されている。石器時代から、銅器時代初期は、お牛座の時代、銅器時代中期から、古典古代は、お羊座の時代、古代末期から現代は、魚座の時代、そして3000年期中期からは、水亀座の時代とされている。天の極は、地軸と天球が交わる点である。天の北極と天の南極があり、それぞれ地軸の北極と南極を延長した場所にある。地球の自転に伴い、すべての天体は固定された天の極を中心に日周運動しているように見える。天の極は、赤道座標系の極でもあり、赤道座標系の赤位+90度は天の北極に、赤位−90度は天の南極に対応している。天の極は固定されているように見えるが、実際には歳差運動により約25700年周期で円を描く形で移動しており、背景の星に対して恒久的に固定された位置にあるわけではない。地軸は他にも様々な運動の影響を受けており、天の極がわずかにずれる原因となっている。戦術の運動とは別に、長期間にわたって星の位置自体が変化するのは天体の固有運動のためである。この天の極という概念は他の惑星にも適用することが可能である。宇宙に存在する惑星は、それぞれ異なる向きにある地軸を持っているため、それらの天の極は地球とは異なる様々な位置にある。また、示唆により、恒星の見かけの位置も地球とは異なったものとなる。現在の天の北極はポラリスから1度以内の場所にある。そのため、ポラリスは転速工法などで方位測定に用いられる便利な北極星として一般的に知られている。また常に地平線の北側にあるだけではなく、常に観測者の地理的緯度と等しい高度に見えることでも知られている。ポラリスが天の北極付近にあるのは、歳差運動の約25700年周期のうちごく一部に過ぎない。ポラリスは約1000年後まで天の北極付近に止まり続けるが、その頃には天の北極外来に近づいている。約5500年後には、天の北極はアルデラミンに近づき、12000年後にはベガが北極星になる。ポラリスを見つけるには、まず北を向いて、大熊座と小熊座を見つける。次に北斗七星の柄の反対側にある2つの恒星を結ぶ線が、さらに飛尺の上に向かう線を描いていると想像する。この線は、小熊座の尻尾になっている部分の先端にある恒星を指す形になる。その恒星がポラリスである。天の南極の見つけ方。天の南極は八分岐座にあり、南半球からしか見ることができない。八分岐座シグマ星が南極星として、天の南極から一度ほど離れた場所にあるが、5.5 等星の明るさであり、晴れた夜でもほとんど見ることはできない。南十字座天の南極は、南十字座とその2つの指極星を使って、見つけることができる。十字の長軸の両端にある2つの星、すなわち、アクルックスとガクルックスの間に線を引き、この線に沿って空を観察する。十字の長軸の 4.5 倍の距離を十字の細い方が指している方向に向かって進み、2つの指極星をつないだ線を半分に分割し、南十字座から引いた線と出会うまで線を直角に引く。すると、天の南極から約5から6度の位置に先ほど引いた2つの直線が交わる点ができる。なお、は、A座が南十字座のすぐ下にあることは容易に確認できるものの、南十字座と天の南極の間自体に目立った星はほとんど存在しない。カノープスとアケルナル2つ目の方法は、カノープスとアケルナルを使うものである。これらの星と天の南極を結ぶ正三角形を想像するというものである。カノープスがまだ登っていない場合は、二等星のクジャク座、アルファ星を代用できる。マゼラン雲3つ目の方法は、南天に見える大マゼラン雲と小マゼラン雲を利用するものであり、月が出ていない晴れた夜に最適である。これらは雲と名付けられているが、星雲ではなく天の川銀河の近くにある矮小銀河である。2番目の方法と同様に、マゼラン雲と天の南極を結ぶ正三角形を想像すると良い。シリウスとカノープスシリウスからカノープスに向かう線は、天の南極から数度以内の位置に向かって続いて伸びている。言い換えると、カノープスはシリウスと天の南極のちょうど中間に位置している。ありがとうございます。